ありますが、9月2日にアメリカで、雇用統計会です、はい、そこがポイントです。今日はありがとうございました。失礼します。この番組はヤナセとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。たくましいスまさか早くもムービーネックスで新登場。すごい。諦めない。西武鉄道では引き続き路線バスによる振り替え輸送を行うほか、臨時の代行バスも運行することにしています。5年前に紀伊半島を襲った豪雨災害の記憶を後世に伝えようと、被災した奈良県五條市の土砂や濁流が押し寄せた場所に石碑が建てられ、今日除幕式が行われました。5年前の平成23年9月紀伊半島を襲った豪雨で、五條市の大東町では大規模な土砂崩れが発生し、7人が死亡し、4人が今も行方不明となっています。災害から間もなく5年となるのを前に、行方不明者の捜索が行われました。また災害の記憶や教訓を後世に伝えようと、土砂や濁流が押し寄せた市内3カ所に警戒碑と呼ばれる石碑が建てられ、このうち宇井地区では地元の消防団と市の職員およそ10人が参加して除幕式が行われました。式典に参加した当時の区長上田文隆さんは、石碑が設置された川の水面から50メートル高いところまで大量の土砂が押し寄せるのを目撃したということです。これを常に、まあ、住民全体の人が 知って自分の命は自分に守るという意識を持って、まあ、今後対応していけるようにできたらなというふうに思います。ここまで全国のニュースをお伝えしました。この後各地の放送局からお伝えします。関東甲信越のニュースです。長野県